ハローアースノイド、ガンプラ制作に必要な作業、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ゲート処理、エッジ処理、パーキングライン、後はめ加工、肉抜き穴埋め、サフ、引け処理、表面処理、塗装。説明書見ながらランナー眺めてるとこれはこれで完成されてる気分になる。そして完成しなくなる。BB 戦士すら完成しなくなったのが俺だ。ゲート処理と合わせ目消しで作ったのはジムだけでした。 Y 初心者戦慄する。最初ならデートの二度切りだけ覚えればいいんだよ。まずは何も知らないまま組んでみて、こうしたいというのを笑い出す方が建設的だ。最近のは合わせ目がそんなに目立たないようになってるから楽。作ってる途中でなんかパーツが一部欠けちゃったけど、それでも俺のエールストライクはかっこいいので OK です。最近はそのままでも十分遊べるようにしつつ、後から色塗ったりするのもしやすいようにされてるから、とりあえずパチ組みして後で気が向いたら本格的に手入れるとかもできるからほぼつまなくなった。表面処理や塗装まで行くとガンプラは逆にクソめんどくなる。表面処理とか一切やらないで塗装だけするのも簡単だし楽しいよ。オリジナルカラーにすると見違える。楽しいぞ。肉抜き穴埋めまでは HG の本来尖ったとこは頑張らないとね。他はともかくゲート処理はどうしてもやらなきゃな。ゲート処理して墨入れしてスポンジで磨いて終わり、十分時間はかかった。ヤスリがけで丸まった C 面やエッジを直そうと歪ませていっても心がすり減っていく。実際はさらに引け処理確認引け処理確認引け処理みたいに繰り返さなきゃいけない地獄。可動クラモの何が辛いって、仮組みが終わったらずっとバラバラ粉々状態で形になるのが最終段階ってとこ。塗装の塗膜まで考え始めると心が病むぞ。塗装なんてランナー塗りでいいんだよ。マーカーで墨入れしてツヤ消し拭くくらいだけどいいよね。目立つところの墨入れしてトップコート拭いて終わり。今のは墨入れとワンタッチ塗装とトップコートで正直十分だよ。それ以降はこだわりだ。俺塗装したらもう動かさないで過渡期立ちで飾るから、関節のクリアランスとかどうでもいいと思い至ってからは塗装が楽になった。もう合わせ目に関してもガンプラ自体も黒いモールドにするというメタみたいな処理もする。物愛はデコレーションシールで済ませる。最近はもうシールと墨入れで満足してしまう。部分塗装もツヤ消しもやらなくなってしまった。ツヤ消しパパッと拭いて完成。パチ組部分塗装トップコートで完成。すぐにでいいや。ここで話してるの一個もしたことね。買ってきてどういう加工をしようかと計画してる時が一番楽しい。黙々とプラモのこと考えてる間はいいんだ。途中で会社の仕事のことを思いながらやると心にスリップダメージが来るんだ。よっしゃガンプラ作るぞ。まずは動画見るか。あ、すぐにでいいか。せめてゲート処理くらいはすぐにして墨入れしてツヤ消しする、この程度でいいんだよ。最初は説明書通りやって、そこから気になったり失敗したところをネットで調べていけばいいよ。動画で紹介されてるようなことしようとすると道具とかスペース確保しなきゃいけないもんな。時間もかかるし憧れはあるけど踏み出す一歩のハードルが高い。場所はなんとかできても塗装まで行くと初期投資えぐいからな。今揃えてる途中だけどまあ金がかかる。お手軽なスプレーは単価高い。エアブラシは道具と場所が必要。筆塗りはテクニック要求されて、やり方も面倒いポイントあるからね。プラモで凝り始めるのなんてやりたくなったらでいいんだ。好きなように作り好きなように遊んで満足する、それが趣味ってもんだ。腰を据えてよっしゃって、そんなんじゃ罪が増えちゃう。趣味だから気楽でいいんじゃよ。ここ2ヶ月で HG10 体くらい組んだけど墨入れしかしてないぜ。SNS に上げるつもりもないし、自分が見て楽しむだけだからいいんだぜ。ガンプラは自由だ。塗装は何から始めていいかわかんないから全く手を出してない。初心者なら何を揃えればいいんだ。まずは墨入れしてみたら？かっこよくなるよ。墨入れペンでバルカン穴やスラスターの中塗るだけで満足感跳ね上がるよ。絶対に続けるという確信があれば、初心者はちゃんとしたエアブラシ使うのが一番いいぞ。話は変わるけど、おすすめのガンプラって何があります？無難にイージーガンダムかな。再販あったから在庫あるところ多かったし。本当に一個も作ったことがないが、地初心者ならイージーガンダムから作ることをおすすめするわ。ド素人の不器用の辞任があるなら、イージーガンダムや30ミニッツシリーズ。ド素人だけど器用って言うなら、どこでも買えてそれなりに安価な水星系 HG。ド級の初心者だったらまあこの辺。
組みやすさならエントリーグレード、それと一緒に店頭で見た目気に入ったやつも買おう。基本好きなの買えばいい。いきなり PG とかて出すのはやめた方がいい。極論ニッパーあれば大体のものは組める。RG はすごい苦手意識がある。RG エピオン作ったけどすごかったよ。出来はもちろんだけど組みやすくて楽しかった。初めての RG はストライクだったけどふにゃふにゃでどうにも好きになれなくて離れてたけど、RG エピオンでブランドを見直した。とりあえずニッパーだけはおすすめがあって、家電量販店にケロロニッパーってのが売ってるからそれを買え。結構安価な割に十分に切れるから初心者がとりあえずで買うにはこれが一番。PG が一番手軽だけど正直 HG くらいでもそんなに大変じゃないよ。ただ新しめのキットの方が組みやすいとは思うので、水性とかシードフリーダムのキットをおすすめする。個人的にイモジャがおすすめ。本体の色分け完璧だし、シードアクションシステムでよく動く。何よりかっこいい。SD のライジングフリーダム。プラモ初心者は SD からってのが、古代からの掟だ。初心者こそ MG は定説。最近 HG がパーツ分割細かくなって作業量増えてるから、正直少し前の MG ならあんま大差ないよね。パーツが大きい分人によって流行りやすい。出てるキットの種類や巡り合う機会は今だと割と限られるが、MG じゃない100分の1シリーズとかでかい HG 感覚で組みやすいのでおすすめしたい。HG のデスティニーとインジャは根本的な出来が良くて、そのまま組んでも非常に満足度が高いぞ。探しても売ってないって最大の問題があるのがネックだけど。一番いいのは知ってる機体だけど、アニメ見てたとかではないなら水星の HG。大体何作ってもかっこいい。おすすめはルブリスです。色も耳も可愛い。一昔前のキットお安いし色分け甘いけど、ガンダムマーカーでちょっと塗ったり、墨入れするだけですごく映えて気持ちよいね。そういや今日店に行ったら映画のライジングフリーダムが再販かかってたから、その辺もおすすめ。実際おすすめできるほど在庫がないんだよな。おすすめを聞く初心者は時々いるけど結局これなんだよな。 RG や MG は避けるにしても、あとは店に行って気になるのを選ぶしかない。まあ今店頭にないからおすすめしても無駄なんてことはなくて、とりあえずおすすめキットは何か伝えておくことで、どっかの店頭とかでたまたま巡り会えた時に手に取るきっかけになるし、今買えるか買えないかは度外視しておすすめはおすすめだと伝えた方がいいと思う。よし、帰り道に買ってきたぜ。 HG レーダーか。レーダーいいね。レーダーいいよね。ゾーンからそうめん食べられるし。レーダーはなかなかにプレイバリューも高くて好きなキット。レーダーは正式仕様にするのもありよね。青く塗ってマシンガン持たせてゾーン埋めるだけで完成だし。ちょうど再販されたやつだな、 HG レーダー。この時期のガンプラなら部品も少なめで組みやすいから初心者にはちょうど良さでね。シードでクロトがそこそこ好きだから買っちゃったね。これから組むぞ。